どうも、なおちんです。大の大冒険をやっていきます。よろしくお願いします。本日9月28日発売なんですけども、すで、に全クリしました。そんなにね、時間はかかりません。簡単と普通で難易度選べるんですけども、普通でやったとしても6時間あれば全然クリアができました。ラストが7章の12決戦祈願城、ここで終了ですね。おそらくこの先はダウンロードコンテンツで追加されていくのではないでしょうか。ストーリーはね、ほんとすぐに終わりましたね。で、全クリをした後、なんと、チャレンジモードが追加されました。で、これね、チャレンジモードがえぐいぐらいに難しい。推奨レベル、レベル48でしょ。48。で、俺の代は今レベル51なんですけども、全く勝てない。一度戦ってみますね。それではハドラー戦っていきましょう。もうね、ストーリーモードではありえないぐらいの強さ。もう、スーパーアーマーついてるんだよね。スーパーアーマーついて、一発もらえば3分の1とか持っていかれるんで、ほら。無理これは無理だって。普通に無理で、これ推奨レベルは48で多分間違いないのよ。48でいけるはずなんだけども、なんで俺がいけないかっていうと、おそらくこれ、絆の記憶ですね。これでステータスをどんどん上げていけれるんだけども、まだ俺がね、レベルが低いんですよ。このレベルをおそらくどんどん上げていくと、ステータスが今のね、多分倍か3倍ぐらいまで膨れ上がると思うんですよね。そうしてようやく、このチャレンジモードに行けるようになるんではないでしょうか。ほんとね、クリアしてすぐに行ったらもう絶望する。もう全く勝てないもん。絶対勝てない。ステータス上げないと。なので、全クリしてチャレンジモードの前に、このね、絆の記憶、これのレベル上げっていうのをやっていかないといけない。もちろんね、大自身のレベルも上げていった方がいいんでしょうけども、これはね、クリアした後の、やり込み要素が結構あります。結構ある。なのでね、今から頑張ってどんどん上げていきたいと思います。攻略動画出していきますので、チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。